演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらミニストップの中華まんをいろいろ買ってきました。前行った時はなかったんですけどね、中華まんもあるんですね、ミニストップ。やっぱりめったに食べてないね、楽しいですね。ではまずこちらの台湾ロールまんから食べていきます。中身はこんな感じです。だいたいこんな感じなので、ではいただきます。無難すぎるかな。もうちょっと個性欲しいな。中華麺の生地はもっちり系で、どれも弾力があって美味しいですね。で、中の具材なんですが、ヌーローマンはちょっと刺激があって食欲をそそり、粒あんは程よい甘さ、ピザマンはトマトのソースの酸味とチーズがよく合っていましたね。肉まんも旨味が4種類で美味しかったので、どれも無難かなというような印象でした。ちょっと尖ってるところがないでの外れでもない、そんな感じですね。他より優れているわけでもないので、こちらの点数とさせていただきます。もうちょっと尖っててもよかったかなと思ってしまいましたね。まあ、美味しかったですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。